息子が毎日テレビに出てるんです。認知症の父親が目の前にいる自分のことがわからないまま誇らしげに語ったこの言葉、恵俊明の心に刻まれた忘れられない瞬間でした。皆さんこんにちは。今回はお昼の顔として親しまれている恵俊明さんにまつわる驚きの噂と、最近明かされた秘話についてお届けします。恵俊明さんといえば、温厚で穏やかな人柄、家族思いの良きパパというイメージが強いですよね。でも実はネット上では彼にまつわる衝撃的な噂が飛び交っていたんです。その噂とは、なんと恵俊明さんの息子さんが事故死したというもの。さらにはある売れっ子芸人との間に20年以上も続く確執があるという噂まで。温厚な印象の恵俊明さんにそんな暗い過去や対立があったのでしょうか。そして最近ポッドキャスト番組で語られた恵俊明さんの家族エピソードが多くの人の心を打ちました。今回はこれらの噂の真相に迫るとともに、還暦を目前に控えた恵俊明さんの素顔に迫っていきます。まずは恵俊明さんのプロフィールから見ていきましょう。1964年12月21日生まれの恵俊明さんは今年12月に還暦を迎えます。もともとお笑いコンビ本邪魔家のツッコミとして活躍していましたが、現在は情報番組昼帯の MC としてお昼の顔として定着していますね。実は恵俊明さん、4人のお子さんがいる大家族の父親なんです。三男一女の賑やかな家庭を築いています。長男の俊太さんは28歳、次男の風斗さんは20歳、長女のあゆさんは16歳、そして末っ子の三男春馬さんは12歳です。特に三男の春馬さんの誕生には驚きのエピソードがあります。なんと自宅での緊急出産だったんです。当時恵俊明さんは仕事中で不在、8歳の次男と5歳の長女が母親の指示に従い出産を手伝ったそうです。家族の絆と団結力を感じさせるエピソードですよね。モノクロテレビ。さてここからは噂の真相に迫っていきます。まず息子さんの事故死説についてです。結論から言うと、この噂は完全なデマでした。ではなぜこのような噂が広まってしまったのでしょうか。その背景には恵俊明さんと風見慎吾さんの類似性がありました。風見慎吾さんは2007年に10歳の長女を交通事故で亡くしています。恵俊明さんと風見慎吾さんは若い頃の雰囲気が似ていることから、二人の情報が混同され誤った噂が広まってしまったようです。実際には恵俊明さんのお子さんたちは全員元気に過ごしています。長男の俊太さんは中央大学法学部を卒業後社会人として働いているそうです。次男の風斗さんは現在九州の大学に通っているとのこと。恵俊明さんは最近のイベントで、次男が父ちゃんが鹿児島だから九州の大学に行くって嬉しいことを言ってくれましてと語っていました。このように恵俊明さんの家族は幸せに暮らしており、息子の事故死という噂は完全な誤りだったのです。次に共演 NG 説について見ていきましょう。実は恵俊明さんには爆笑問題の太田光さんとの間に確執があるという噂があるんです。この噂の発端は爆笑問題カーボーイという番組での出来事でした。太田光さんがかつての勝ち抜きお笑い番組を振り返る中で、恵俊明さんのことをあのつまんねえやつと呼んだのです。さらに太田光さんは過去にラジオで恵俊はつまらないと批判していたという情報もあります。数年前にはある芸人の結婚披露宴で太田光さんが恵俊と席を離してくれてありがとうと言ったという逸話まであるんです。これらの出来事から二人の間には長年の確執があるのではないかと噂されてきました。しかしこの共演 NG 説についても真相は明らかではありません。恵俊明さん本人からのコメントはなく、太田光さんの一方的な感情である可能性も否定できません。ここまで恵俊明さんにまつわる噂の真相を見てきました。
息子さんの事故死説は完全なデマであり、共演 NG 説も真相は不明です。これらの噂は、ネット上で誤った情報が広まってしまった典型的な例と言えるでしょう。さて、ここからは最近話題となっためぐみとしあきさんの感動エピソードについてお話しします。2024年10月3日配信のポッドキャスト番組、めぐみとしあきの友達ね。めぐみとしあきさんは親友である俳優の勝村政信さんをゲストに迎え、プライベートな話題を披露しました。その中で特に注目を集めたのが、冒頭でお伝えした認知症だった父親とのエピソードです。めぐみとしあきさんは、病室で父親が自分に向かって、息子が毎日テレビに出てるんです、と自慢げに話したことを明かしました。認知症の父親は、目の前にいるめぐみとしあきさんが自分の息子だということは忘れていたものの、息子への愛情や誇りは忘れていなかったのです。モノクロテレビ。めぐみとしあきさんは、認知症は家族にとって辛いものだと思っていたけど、違った。忘れているだけで、感謝は残っていて、家族のことも父親の中には残っていた、と、嬉しそうに語っていました。この話を聞いた多くのリスナーが感動し、家族の絆の深さを再認識したといいます。認知症という病気に対する見方を変えるきっかけにもなったようです。めぐみとしあきさんは、このポッドキャスト番組で人生観についても語っています。今年12月に60歳を迎える彼は、これまでの人生を振り返りながら、家族との時間の大切さや、友情の意味について深く考えているようです。勝村政信さんが、友情も含めて持ち物ではなく全部借りているものだから、大事にして次に渡さなきゃいけない、と語ったのに対し、めぐみとしあきさんも強く同意していました。60年の人生を経て、人とのつながりや思い出の大切さを、より一層感じているのかもしれません。さらに、めぐみとしあきさんは家族とのエピソードも披露しています。4人の子供たちとの関わりや、妻との関係など、プライベートな部分も垣間見えました。特に、三男の春馬さんが自宅で緊急出産された際のエピソードは、家族の絆の強さを感じさせるものでした。仕事一筋で頑張ってきためぐみとしあきさんですが、還暦を前に家族との時間をより大切にしようとしている様子が伝わってきます。また、芸能界での人間関係についても興味深い発言がありました。25年来の友人である勝村政信さんとの対談を通じて、芸能界での長年の友情の価値や、ライバルとの関係性について語っています。太田光さんとの噂の件については直接的な言及はありませんでしたが、芸能界での人間関係の難しさや、長年のキャリアを通じて培った人脈の大切さについて語っていました。めぐみとしあきさんの60年の人生は、笑いと涙、そして多くの人との出会いに彩られたものだったようです。お笑い芸人としてデビューし、情報番組の MC として活躍し、そして4人の子供たちの父親として、様々な顔を持つめぐみとしあきさんですが、その根底にあるのは家族への愛情と、人とのつながりを大切にする心なのかもしれません。今回のめぐみとしあきさんの話を通じて、私たちも自分の人生や家族との関係について考えるきっかけを得られたのではないでしょうか。認知症の父親とのエピソードは特に印象的で、病気を抱えていても残り続ける家族愛の強さを感じさせるものでした。また、ネット上の噂の真相を追求する過程で、情報の正確性や、噂の広がり方についても考えさせられました。安易に情報を信じるのではなく、常に批判的に見る目を持つことの大切さを再認識できたのではないでしょうか。めぐみとしあきさんは、これからも昼帯の MC として、そして4人の子供たちの父親として、多忙な日々を送ることでしょう。還暦を迎える彼が、これからどのような人生を歩んでいくのか、そしてどのような言葉を私たちに届けてくれるのか、今後も注目していきたいと思います。最後に、皆さんに質問です。めぐみとしあきさんの家族エピソードを聞いて、どのような感想を持ちましたか？また、自分の家族との関係について、何か新たな気づきはありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。そして、
この動画を通じて何か新しい発見や気づきがあった方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。これからも、芸能人の意外な一面や、感動的なエピソードをお届けしていきますので、お楽しみに。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。